はい、グッドウェイブマン、アイムマオフィッシングチャンネル。はい、ってなわけで、今日もやってきました。今日はですね、道民の森ですね、道民の森の某所。っていうか、やりましたよ。いつものみなしとかじゃなくて、いつものみなしとかじゃなくて、40センチのイワナですね。ちょっと、ピントを伸ばせば40です。まあ、ちょっと、デコボコの石の上に乗っけてるからあれだけど。まあ、さっき、まあ、約40センチ。おぉ。なんか先週の、豊平川の豊平峡ダムの、まあ、うん十キロ、源流まで釣り上がった、時の内容より全然内容がいいですね。ニジマスもね、あの、なんかさっき30センチ、33、4センチぐらいのはいたんだよな。どれだったかな。まあまあ、その中のどっかにはいるはずなんですけど、パッと目についたやつは、まあまあ、30ギリあるかないか。あれ、どれが一番でかいんだ今日。これか。まあとりあえずニジマスとイワナバランスよく釣れる川ですね。うん、いや、豊平川より本当に、うん、釣りやすい。うん、ただここはね、これでも、ヒグマ注意の看板から、約15キロぐらい、釣り上がってきたとこなんだよね。うん。まあまあ、まあこれぐらいまで来るとね、さすがに、いますよ。やっぱり。うん。これぞ、絶対に釣れる危険地帯ですよ。ああ、そういえば去年のあそこ行きたいな、今年も。足別ダムの源流域。あそこ、上流の川、大きな川2つあるんだね。去年そのどっちか行ったんだ。まあ、その正確な川の名前は言わないけど、とにかくダムの上ね。一応濁しとかね。そこの辺は濁す。それこそ、小樽内川とかなんかもう、札幌市内と近郊の人みんな来るような川だったら別に言えるし。豊平川とかだったらみんな知ってる川だし。ただ、何十キロ源流域か、そこは秘密だね。まあ、ただ、うん。なんか、途中で林道なくなってるところから10キロくらい釣り上がる感じだから、まあ、普通の人は、まあ、次好んで来るとこではないね。まあ、もう夜明けからだからね。うん、ちょっと散らかってますけど、うん、今日はなかなかいい釣りでしたね。あ、そう、私の自由研究です。なんかね、磯目にさ、味の素を吹っかけてつけてんの見たことあるんだよね。だからなんか、これイカの塩辛とね、味の素ね、これつけてね、やってみたんだけど、なんか当たりが微妙だったの。あの、いや、イカがね、硬すぎてね、食べるんだけど、張りがかりがすごいに悪いよね。うん、これどっちかったら海でやった方が面白いかも。イカの味の素漬け。あ、イカの塩辛の味の素漬け。うん。なんかカニ、磯でカニ釣るんだったらこれいいんじゃないかな。うん。まあまあ帰り余裕があったらちょっと試してみようかなと思います。うん。それではまたお会いいたしましょい。またね。グッバイ。海よ、大地よ。山よ、大自然よ。ヒグマさんよ。ありがとう。ヒグマさんがこの山を守ってくれているから僕はこうやって魚が釣れる。まあ大事なことは
ヒグマをむやみに恐れるのではなく、ヒグマをどう刺激しないか、刺激する時間帯じゃないか、まあ、そっちの方が大事だね。だってヒグマの自体はだって札幌東区とかにも出てきたり、あとどこ南区とか巻き込まないと地下鉄のとこにも出てくるぐらいだからさ、山だから熊がたくさんいるとかそういう問題じゃないんだよ。まあ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 本当はまあ春先のヒグマ漁がまあ禁止になって、まあ、増え続けても禁止になっちゃってるからね、その辺もちょっとバランスを考えてほしいなとは私は思うんですけど、まあまあまあお互いに同じ命として、まあまあそんな大して偉そうなことは言えないけど、まあまあお互い共存できたらなとは思いますね。うん、と言いながらもう明日にはヒグマさんの胃袋に俺が入ってる可能性もあるけどなじゃあまたお会いいたしましょう。グッバイ。世間を褒めるなら行方を待て、沈みかけの太陽見つめたら沈みられる、うなずいて振り返らない覚悟で、ついての夢覚悟で、止めりゃいいや、 Oh, 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 oh.